ホワイトオーラドルフィン、実は体長 500m、 龍です。さあ本日なんですが、2020年の11月のデュエルキング達成できこちらをねご紹介していきたいと思います。久しぶりに新パックのカードを活躍させてデュエルキングまで上り詰められましたんで、まあなかなかポテンシャルがあるデッキだなといったところでね、まあ何デッキかっていうと、エースモンスターが2体いて、グレイドルドラゴンっていうモンスターと、スパイダーシャークっていうモンスターね。これやっぱりこのギミックやっぱめちゃ強いですね。めちゃくちゃ強いです。でね、このスキル多分修正されると思うわ、そのうち。俺そのうち修正されると思う。サメの領域、これね、持ってない人はぜひゲットしていただきたいんですが、これなんか多分条件追加されるかなんか、デュエル中1回に出されるかなんか、いろいろあると思うんだけども、多分ねこれ修正される気がする。でディーバも怪しい。ディーバも怪しいね。これやってることはなんか知らぬいのモノロベとあんま変わんないから、これやってることは強いので、これも怪しい。でですね、ちょっとですね、ランク戦が解約されたんで最近ね、若干なんだろうな、ちょっとその成績持ってる感はあるんだけど、今ね、直近多分ね、引き分け1個あるんだけど、引き分けっていうか、始まんなかったやつ、9戦、直近だと9戦、8勝1敗みたいな感じなんで、めちゃくちゃ強いですこのデッキ。はい。でここ50勝とか60勝ぐらいから始めてると思うんですよ。なんで多分ね、40勝から50勝ぐらいいってると思うんですよ、デュエルキング。めっちゃ強いですね。まあちょっと若干初見投資してる感はあるんだけどね。で、デッキの内容なんですが、ギミック的にはもう、おなじみのギミックですね、私のチャンネル。まあディーバで、重装兵出してきてランク4するとか、あとディニックアビスとグレードルツレムジュニアで、バゲモン出すとかね、こういったところ。ギミックそんなに難しくないんじゃないかな。効果説明一応しておくと、グレイドルドラゴンはシンクロ召喚に成功しただけで、素材の数、使った素材の数かける、相手のカードを破壊できるってことで、2枚破壊できます、基本的にはね。2枚で、破壊されると水属性蘇生で、スパイダーシャークは、相手のモンスターの打点が1000ダウンさせれるっていう効果と、破壊されたら、墓地の水属性蘇生ということで、水属性じゃなくていいのか、自分のモンスターを蘇生ということで、このね、グレイドルドラゴン と、スパイダーシャークがかなり耐久力高いプラス効果が強いので、まあ、この辺のモンスターを使って相手のワンキルを封じつつこっちをワンキル通していくみたいな、そんな感じのデッキで、底足落とし穴とか、インガー切断とか、まあ、そういったカードが一番辛いですよね、このデッキは。デモンズチェーンそんなに辛くないんだけど、なので、清掃を入れて、でこれでカバーしていくって感じですね。で打点補助もできてるんでしょうね、これは強いといったところ。底足落とし穴もね、回避できるんでね、それが一番、まあ、大きいかな。でね、一番強いのはね、やっぱこれですね、サイレントアングラーめちゃくちゃ強いです。やっぱモンスター増やせるんで、で2位いっぱい中内いるんで、これ適当に特殊化して6シンクロできるし、単純にスキル使わずにね。でもちろんこの辺は強いし、はい。というわけで、でこのね、アビスディーネが2枚か1枚かはもう永遠に迷っている課題。これ引いちゃいけないカードなんですけど、デッキ眠っていてほしいカードなんですけど、まあ、引いたら弱いっていう感じなんです、素引きすると。これ1枚か2枚かは怪しい。で、あとの候補は、あれですね、トリシューラの融合体のトリシューラとか、あと、コーラルドラゴンとか、あの辺入れてもいいかなと思うんだけど、なんだかんだグレイドル2回出すっていう展開もあるし、スパイダーシャーク2回出すっていう展開もあるんですよ。スキル使って。なので、ここはね、正直ちょっとあんま外せないかなって個人的に思って、ちょっとこの辺エクストラ難しいですね。エクストラ正直10枚ぐらい欲しいです。はい。というわけで、早速ね、対戦ご覧いただきましょう。デュエル、スタンバイ。おっしゃー、レジェンド5だ。これ勝ったらレジェンド5。いや、このデッキ多分結構いけると思うわ。これでキングになった報告のツイートしたい。俺は新パック当日に間に合うか分かんないが、深海のディーバーの効果も発動。重装兵を特殊感セーガーはね、インガ切断っていうね、最強カード入ってるんでね、あれが超強いんですよね。清掃引けてないので、ちょっと、まあ、とりあえず多分ワンキルないんで、まあ、とりあえずこれこうしましょうか。はい。あと普通にオルタナティブもちょっと辛いよね、戦闘してくんないから。まあ、一応スパイダーシャークとかグレイドドラゴンっていうのは破壊されると墓地からねモンスターを特殊召喚できるよっていう効果はあるんだけど、まあ、そうは言ってもやっぱり破壊されると、破壊した後に戦闘破壊とかされちゃうとちょっときついので、若干の戦闘は乙女もめんどくせえな。剣士、なるほどね。
オルタラされんな。オルタラされんな。オルタラされんな。きついな。いやー、オルタラきついんだよな。オルタラソリッド、なるほど。あ、それもきついね。それもきついね。結構、なるほど。これ強いな。ちょ待ってくれ、なんかゴリハンされて負けそうなんだけど。ちょきつい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 って。でブル、でも一応コストでは切れんのか。スパイダーシャークの効果はあれコストだから、オーバーレイユニットを一つ使うよっていうのは。でもこれ使えるんですよね。これ使って、まあでもこれブルーアイズソリッドで2体出てきたらぶっ壊されるのか。まあいいや。これ向こうになってるんですよね。これ向こうなっていうか線下がるっていうことはないですよね。でブルーアイズソリッドドラゴンの効果でブルーアイズが出てくるよ。 OK、 それも OK。 てかオルタラになんないんだねこの人で。聖画も OK で、重装兵効果で殴ってない方のブルーアイズぶち殺して、でスパイダーシャーク効果、チューナーでいいか。チューナーでいいね。サイレントアングラーいるから次のターン6シンクロもできるんで、チューナー特殊召喚しといて。やっぱね、サイレントアングラーが本当に強いんだよね。あの召喚する、要はそのモンスターいっぱい並べれるんで。狙撃系一番いらないの来た。最もいらないの来た。あー、まあアングラー行くしかないですね。アングラー行きましょう。これワンチャン、これグレイドル通らねえかな。グレイドル通らねえかな。グレイドル、いやでもこれで、これでグレイドル、いやこれでまああれですね、グレイドル行くしかなさそうですね。サンダーブレイク、なるほど。サンダーブレイク太鼓切って、どっち、チューナーだよね。でも多分ね、多分これ破壊性としてはチューナーなんじゃないかな。あー、オッケーオッケーオッケー、チューナー。じゃあグレイドルドラゴン召喚する。で、オッケー、何もチェーンない、スキル発動で、グレイドルドラゴン行く。今でもシンクロしてなかったかもしれない、まあ、因果切断とかあったらきついからな、普通に。で、こうしていく。で、グレイドルドラゴン、多分ね、あれね、手札切るやつのだと思うんですよね、これ。多分手札切るやつ、でもな、因果切断やったら切ってるか。サンブレか、オッケー。でだな、オルタナティブが、になられて、破壊される、破壊されても、グレイドルドラゴンかなんかは出してこれる。で、アメトリックス一応出せんのか。2号か。いや、結構きついな。はい、オッケーです。いいです。で、青眼回収から、で、変身オルタナでしょ。変身オルタナ、変身オルタナでグレイドル破壊されて、グレイドル効果で、蘇生していく。で、蘇生して、乙女か。なるほどね。乙女。これさ、この人さ、なんでさ、あの、オルタナ使わないんだろう。さっさとオルタナ使えよみたいなことない?んー、いいよ。オッケー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 。オッケーオッケーオッケー。で、これね、ぐるぐるするんですよ。破壊されるとぐるぐるするんですけど、これで破壊された後に、スピリットドラゴンがかなり辛いです。で、グレイドルドラゴン効果使って、あ、でも、スピリットドラゴンやったら、2600打点突破力あんじゃね?希望しきるスパイダーシャーク出しといて。これね、スパシャットグレイドいる場合って、お互いにお互い蘇生しちゃうんで、ぐるぐるするんですよね、蘇生が。だからこれ多分、突破、今このモンスターを突破するとしたら、3000出さないといけないんで、まあ、祈願城か、ドラコンバーミノしかないんですよね。で、ドラコンバーミノ出てくるんですよね。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。あれ?これいったんじゃない?いや、初見殺しできてんじゃん、これ。これスパシャ殺されると、またグレイドル来るんで。来た!初見殺しぐるぐる決まった!で、スパイダーシャーク破壊された場合のグレイドルドラゴンが蘇生する。さあ、ぐるぐるしていく。いいよ。ぐるぐる。オッケー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 、降格なし、レジェンド5昇格。おっしゃ、いける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 、いいぞ。結構調子はいい、調子はいいぞ。これ勝ったらもう多分キング昇格戦だ。このデッキやっぱ非常に強いですね。非常に強いです、非常に強い。で、これで一回スキルアップしよう。非常に強力で、やっぱ特殊召喚方法をたくさん用意しておくということは、グレイドルドラゴンとかね、このスパイダーシャークとかを、まあ、出しやすくなるっていうところなんで、課題を話しておくとするのであれば、スキルが終わったとき、スキルを2回使ってしまった後に息切れしますね、結構ね。レベルが合わなくてシンクロ召喚できないとか結構あるんで、ちょっと息切れするかなっていうところですね。なので、そこをどうするか。まあ、サイレントアングラーを入れておけば、2チューナーとサイレントアングラーで結構6シンクロとかはできるんですけど、
あと、狙撃兵が入ってるんで、一応、ディーバと狙撃兵でアメトリクスとかね、できるんですけど、あとは、あれですね、そこらしとか辛いんで、あの、トリシューラとか、あの、融合のトリシューラとか、あと、選択肢の候補としては何があるかな、コーラルドラゴンとか、エクストラデッキにね、まあ、その辺のモンスターを入れられれば、まあ、よりいいかなといったところ、さあ、ハンドガンギバってんの、あいつ。ね、サイバネティックオーバーフローは飛んでくるんですが、これ難しいな。グレイドルドラゴンして、オーバーフローしたところで、オーバーフローして、一応出しとくのもあるけどね、一応出しとくのもある。だからバック3枚か、辛いんだよな。まあ、オーバーフローは多分清掃で一応防げるんですけど、もし万が一さ、相手ターンにやられたらきついよね、その、オーバーフローを。オーバーフロー相手ターンにやられたら相当きついんで、ちょっとこうするしかないか。で、ディニックアビス持ってきて、1体は守れるみたいな感じしましょうか。で、グレイドドラゴンを出しに行って、アビスパ福岡でいっか。アビスパ福岡でいいや。アビスパ福岡で。で、グレイドル、スライム、召喚。で、グレイドル、スライム、ジュニアさんは、戦闘破壊。でリクルート効果持ってるんで、でここでグレードドラゴンいきましょう。でですね、これで、相手のバックを、まあ、バックですね、これはバックですよね、バックを2枚破壊する、まあ、サイバネティックオーバーフローはもう踏みに行こう。で破壊されてサーチ入るのもうしょうがない、これもしょうがない、こいつらの破壊体制でなんか生き残ろう。オーバーフローは OK で清掃を打って、これはスパシャ守りましょう。ただサイバーにはスパシャの方が多分強いね。でだ、これで、グレイドルドラゴンを破壊するしかない。でグレイドルドラゴンを破壊された場合に墓地のなんかモンスターを特殊化できる。スパシャだけはあのチェーン2個で破壊されるとタイミング逃すんで、そこだけ注意ですね、そこだけ注意。 OK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  で、あーオーバーフロー2枚抜けた、強い。いやオーバーフロー2枚抜けたの結構強いんじゃないか。でとりあえずグレイドル、これオーバーフロー2枚抜けたのかなり強いな。もうね、サイバーネティックフュージョン、サイバーロードフュージョンとかをサーチされるのもしょうがないね。それはもうしょうがなくて、で、多分ね、ランページでは多分抜けないんですよ、相手。ランページでは抜けないから、あ、サポートか、オッケー。ってことは、あれが、ロード。あれがロード。あれがロード。で、1800はじゃあもう殴ってもいいね。関係ないから。1800殴ってもよくて。で、サイバーエンド出てくるんだったら、重装兵でなんとかなるし、クリボールオッケー。オッケー、全然いい、全然いい、問題ない。2100は抜けない、ランページでは。だから相手多分、この2100を抜くためにはサイバーエンドか、サイバーエンドもしくは、サイバーツインあたりを出してこないといけないですよね。で、あれロードでしょ多分。フュージョンサポートはオッケーです、問題ないです。2100抜けないです。サイバー領域もいいです、サイバー領域もいいです。で、ロードするしかないです。いや、ゲートはきついな、ゲートきついな、ゲートきついか。待って、ランページ出てくる、ランページで、ランページ飛んでくる、で、ランページ、ランページ、キメラテック、いや、全処理か、全処理されんのか、つらいな。いや、最終的にキメラテックオーバードラゴンの8800みたいな打点、これ飛んでくるんですよ。これやばいっすね。あれ、ツインだった、あれなんかツインなんだけど、え、どういうこと、え、これサイバーエンド出せないよね。キムラテックランページしか多分出せないと思うんだけど、あ、キムラテックランページ、そうだね、キムラテックランページしか出せない。1234、4584、でも4000のあれか、キムラテックオーバー飛んでくんのか。まあでもこれ重装兵使うしかないか、重装兵使って、結局どうせキムラテックオーバー飛んでくるんだったらぶっ殺すしかないよね。もうサイバーツインしかないか。いや、これでも大丈夫、キメラテックオーバーは直接攻撃はできないから多分いける。耐えろ耐えろ、スパイダーシャーク、お前の耐久力を見せつけろ。やばいこと起きんな、5連打ぐらい、5連打580、4000、5連打、4000、5連打マン突破できんのかな俺。もう次のトップなんだったらいいんだ、ディーバか、ディーバ、ディーバワンチャンか。キメラテックランページで、ランページ、え、
え？え？あれ？え、それ突破逆ね？それ俺のモンスター突破逆ね？なんかこいつなんかサイバー回すの下手くそじゃね？なんかあれ？あれ？あれ？なんか知んないけど勝ったんだが、くさ、くさ生えるんご。さあ、お相手の方もシャークか。なかなかいいですね。そのシャークミラーっていうのはなかなかいいですよ。とりあえず D は召喚か。いろいろできんな。まあ安定でいきましょうか。重装兵出していって、はい、で重装とディーバで、あーこれ召喚も一応できるのか。なるほどな。まあいいや、いっちゃえ。これね、あの召喚権増えてるの結構いいんですけどね、海王の狙撃兵がね、そのレベル3なんでね、これがねやっぱりね、そのなんだろうな、そのサメの領域とは少しマッチしてない部分ですね。はい、7シンクロモンスターってほんとホワイトオーラなんだっけ、なんちゃらホーンみたいなやつしかいないから、これあれかな、サメの領域だろうな。ホワイトスティングでいいね。ホワイトスティングで最強カード、墓地から蘇生する となんか中7になれるみたいなね。グレイドル、あーなるほど、着替える、オーケーで着替える効果、はいはい、で水族を墓地に送ることができる、裏、あーグレイドルスライム、なるほど、グレイドルスライム、グレイドルスライム、あー強い、強よ、はい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 、いいです。でそれで、はいはいはい、なるほどね、なるほど。でサメの領域、はい、でグレイドルドラゴンぶちかまされていく。まあでも言うてスパイダーシャークは一応なんかその耐久できるんで、モンスター蘇生するんでね、なんだろう、ワンキルはされないと思うんだけど、はい、あそっちを起こすんだ、サルベージ、はい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 、なるほど、あ強いなそれちょっと待って、あえ、なんかこれ俺宇宙されてない、これ俺なんか今これ宇宙ムーブされてる気がするんだけど、これ6シンクロ、強っ強っ、盤面真っ白じゃねえか、エクシーズしろよ、おいおい、エクシーズしろや。